ございます。今日は12月24日、時間は今9時を回ったところです。現在地は後ろ見て分かる通り、八甲田山八千温泉に来ております。今日は8年の山水会のですね、山岳会の雪山の遭難救助訓練に来ております。はい、どこまで取れるかは分かんないんですけども、高田大岳の肩まで登って、そこでピットチェックやった後降りて、救助訓練ですね、やってみようと思います。はい、じゃあ本日もスタートです。八千温泉、今年は冬の営業してるみたいですね。もふっとした雪が積もっている。はい、登山口からスタートです。先行者がいたのでラッセルはなし。まあうちも総勢14名で登ってるのでラッセルでもよかったんですけど、先行の人が頑張ってくれてますね。膝ラッセルぐらいだな。はい、そして今日はなんと晴天です。八甲田ブルー、最高です。はい、山水会ルールのラッセルを5分ごと交代しながら登っていきます。私も今お役目を終え休憩中です。一番最後尾からみんなを追っかけていきます。それにしても天気がいい。今シーズン第1作目、骸骨かこれは。あまりうまくないな。はい、1回目の休憩です。はい、高田大岳見えましたが、ガスがかかってますね。あと木が多い。さあどうするか。はい、高田の尾根に取り付きました。今日は1200ちょいまで高度を上げるみたいです。また晴れてきましたね。最高、南八甲田が綺麗です。はい、現在標高 1100m 地点、結構地が少なくなってきて、ここなら遊べそうですね。はい、もう少し登ります。はい、標高 1150m 地点です。今日はここをドロップポイントとします。弱走テストは、上じゃなく下でやることになりましたので、とりあえず滑走タイムです。お楽しみの。ですね、ちょっとね、深すぎるね。去年の弥生を思い出す。おお、わあ、いいわ、深い。おお、こねくり回して、まさかの下りラッセル。ふう、深い深い深い、うお、深すぎますねこれ。はい、今ビヤーと滑ってきましたが、深すぎる。ちょっとですね、センター118の板なんですが浮いてこない。いや、雪もちょっと重くなってきてますね。はい、あとはトレースに乗って降りていきますかね。よし、ちょっとあっち行きます。
なんと下りナッスル、下りもシールを貼りました。いや今日はちょっと深すぎますね。はい、ご飯を食べるポイント到着です。はい、なんとかすると晴れました。なんかね、ちょっと掘りすぎた、広く掘りすぎた。もっと狭くていいですね、このピコシェルターなんで。はい、で今日の昼ご飯をいただきます。今日はごっつ盛りとハンバーガーですね。もう1時半ぐらいなんですよ。結構お腹減ったんで、いただきます。ごちそうさまでした。はい、食後のコーヒーもしっかりといただきました。美味しゅうございました。今日は風が強くないんで、チェルトの張りが甘くても大丈夫ですが、ちょっと本番はこれでまずいですね。ちゃんとスカートも雪にかませなきゃですね。はい、974ピークを避けて食事の後もう下山態勢です。こっからはスチールを剥がして下山します。はい、止まるっすね。うわぁ、西日が綺麗。はい、先いいっすか。止まっちゃう。はい、じゃあ今日最終ピットチェックとかはちょっと時間の都合でなくなりました。最終ライドです。と言ってももうね、まっすぐ行くだけ。あー、気持ちはいいな、ふわふわで。ただスピードは出ない。船林、ちょっとね、傾斜がなくなるともうダメですわ、トレース頼み。あ、こっからちょっと傾斜あるね。おおお、いやーダメだ、深い。またトレース出てきた、ラッキー。しかし、すぐ失速。悩ましい。ここからシャドウあるよ。いいんじゃない？うわ。いいんじゃない？うわぁ！深い！ふい！ふい！ふっ、ああ、ああ、出雲の湿原が見えた。あ、トレースもそこにあります。あ、しかもこの間より雪重いな、岩岳より。よし、ここから滑ろう。はあ、ついたついた。木がうるさいね。よし、八千温泉到着。
はい、八千温泉まで降りてきました。今日はですね、八戸山水会の、雪崩講習会に参加したんですが、結局ちょっとですね、雪が深すぎて登ったり降りたりの作業で時間が食ってしまって、もう15時を回ってしまいました。でまだちょっと上の方には人がいるんですが、うちらムツで帰る組は早く帰らなきゃないので先に降ろさせてもらいました。でフィットチェックとか救難捜索訓練はちょっと今日はもう時間がなくてやれなかったのが残念でした。ただまあその代わり滑ることはできたんで、まあただ深すぎたですね。はい、去年の弥生を思い出しました。この後ろの車の雪見てください。これめっちゃ面白いですよね。こんぐらい積もります一晩で。はい、ということで今日はこの辺で終了ですね。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。